オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。この番組ではアンサンブルアンフランセが運営するフランス情報サイトフランス365に掲載された最新ニュースの中から厳選した一件をお伝えしておりますが、本日はトゥールーズの屋根裏で発見された絵画カラバッジオの作品と判明について日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それではここからトゥールーズの屋根裏で発見された絵画カラバッジオの作品と判明についてご紹介いたします。2014年にフランス南部のトゥールーズで発見された絵画の作家の確認が2019年2月28日木曜日に終了し、バロックを代表するミケランジェロ・メリージ・ダ・カラバッジオのものであると判明しました。カラバッジオとは、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラバッジオはイタリアのミラノ近郊で生まれたバロックを代表する画家です。カラバッジオは38歳で亡くなったため、作品数は少ない方だと言われていますが、聖マタイの証明をはじめとする宗教画でその名が知られています。4年の確認作業を経て、今回、トゥールーズの民家で発見された絵画には、1598年から1599年頃の彼の作品、ホロフェルネスの首を切るユディトと同じモチーフが使われていたことから、カラバッジオのものではないかという意見が浮上しました。フランス政府は確認作業のために2014年からおよそ2年間この絵画を国外に持ち出すことを禁じており、今回晴れて作者の名前がロンドンで発表されたのです。ユディト記のホロフェルネス。この絵画は聖書のユディト記の一場面をもとに1607年に描かれたものです。作品のモチーフは、ユディトがベツレヘムの町を守るために将軍ホロフェルネスを殺すところです。今後はオークションへ。この絵画は6月27日にトゥールーズでオークションにかけられる予定です。過去にも作品の行方不明事件が。カラバッジオの作品は、過去にも行方不明の状態から発見されたものがありました。キリストの捕縛はおよそ200年の間行方不明とされていたのですが、1990年にアイルランドのダブリンで発見されました。カラバッジオは自分の作品にサインをしないことがしばしばあり、模索も多いため、この時も作者を特定するのに相当の時間がかかったようです。では、ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生が紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。それではお聞きください。トゥールーズ。Le tableau retrouvé dans un grenier est bien une toile du Caravage. L'auteur de ce tableau retrouvé à Toulouse en 2014 a été authentifié jeudi 28 février 2019.
Il s'est avéré que ce tableau appartient au peintre baroque Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit le Caravage. À propos de Caravage, Michelangelo Merisi da Caravaggio est un peintre baroque né à Milan, en Italie, en 1571 et décédé en 1610, étant mort à l'âge de 38 ans, on dit qu'il a fait peu d'œuvres dans sa vie, mais son nom est connu parmi les auteurs de peintures religieuses, notamment la vocation de Saint Matthieu. 4 ans pour l'identifier. Ce qui a aidé à l'identifier est le fait que les motifs utilisés sont les mêmes que ceux que l'on peut voir dans le tableau Judith et Holoferne, peint entre 1598 et 1599. Pour le travail de confirmation, le gouvernement français a interdit son exportation pendant 2 ans à compter de 2014. Et cette fois, le nom de son véritable auteur a été annoncé à Londres. Holoferne dans le livre de Judith. Ce tableau a été peint en 1607 d'après une scène du livre de Judith de la Bible. Il représente la scène où Judith tue le général Holoferne pour protéger la ville de Béthulie. L'œuvre sera mise aux enchères. L'œuvre sera vendue aux enchères le 27 juin. D'autres œuvres ont également disparu dans le passé. Dans le passé, d'autres œuvres de Caravage ont été retrouvées après avoir disparu. Arrestation de Jésus a disparu pendant environ 200 ans, mais elle a été découverte à Dublin, en Irlande, en 1990. Bien souvent, Caravage ne signait pas ses tableaux. Et il y a aussi eu beaucoup d'imitations, ce qui explique qu'il a fallu un certain temps, cette fois-ci, pour identifier l'auteur. Cette nouvelle ne vous a-t-elle pas donné envie d'aller fouiller votre grenier ?
セバスチャン先生、ありがとうございました。オークションでは一体いくらで落札されるのか気になりますね。皆さんも自宅の物置や屋根裏部屋を覗いてみてください。非常に希少で価値のあるものが眠っているかもしれません。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛に、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。